オカート8。さあ、それではマリオカート8デラックスの続きやっていきます。というわけで新コース来ましたね。というか毎回最近はこの動画新コースが配信されたっていうところから始まってますが、さあ今回追加されたコースは、お、さあ新しいキャラクターボスパックン、おー、迷彩カラーのバイク、かっこいい。バイクっていうよりかはそのなんていうのかな、キャラクターカラー、うん。そして花ちゃん、花ちゃんそこで掴むんだ、へえ。最後なんか首とかさ、いや首、胴体伸ばしたら結構ゴールに近づけそうな気がしますけど、うん、途中で鼻が取れて怒ったりしないよね。ドライバーってほらハンドル握ると性格変わるって聞くから。そしてカメック、おお、なかなかおしゃれなカラーリングしてるね、うん。さあどんどん登場人物が増えていく。で最後の第6弾ではさらに2人のキャラクターが追加されていくっていう感じなのかな。よし、じゃあカメックで工数の下調べをしよっかな。さあ新しいマシンパーツ、ノーマルブルー、普通、なんかすごい普通な感じでもかっこいい、うん。じゃあまずは、ノーマルカートに戻しまして遊んでいきましょう。よし、さあ今回追加されたのは羽カップ、羽カップはどれだ、ん、これか、あ、これ左上から行くんだっけ、うん。よし、じゃあこう来て羽カップ。さあツアーアテネポリス、 GC デイジークルーザー、ウィームーンブリッジ&ハイウェイ、そしてオリジナルコースシャボンロード。完全にアヒルちゃんで遊んでるところだけど、まあいいや。あのなんかヨッシー柄のボディシャンプーか何か、ちょっと可愛いですね。よし、じゃあまずはアテネポリスからやっていきましょう。はーい、お、これは古い神殿がモチーフ、やっはは、というところから左に曲がって、お、素晴らしい景観、お、なんか坂じゃなくてちょっと高いところもある、おお。さあ外回りから左に回って、階段てい、おお、なんだここ、うおー、いわゆるなんかこう なんだっけあの劇を見るところだと思う、名前忘れた。普通にシアターみたいな感じでいいのかな。と、おー、さあそして公道を走っていって、トゥー、うまくできてない。そしてそうはなるかな、うん。おうん、さあこれで一周、基本的に左回りでしたけど、おお、金網が、今度は俺が主役というところで降り立って、おお、枯れ噴水、うん。お、ここだけ、とう、いいね。お、あー、あれダメージ。さあ太い石柱をくぐり抜けて2周目終わったところで、もうコースがどうなってるかわけわからんぞ。お、いい景色。お、なんかこの辺にアイテムありそうな予感。しかし下手すると壁にぶつかる。なるほど。さあこれは、うーん、こっち行ってもなんか意味あるのかなこれ。あ、速度アップはあるね。でもなんだかんだ内側走った方がいいんじゃないとか言って思ったりするけど。おー、なんでこれはゴロ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 カップ。おー、気持ちいい。謎クリボー、あ、しまったまたやっちゃった。この大階段、待って待って、この大階段さ、ん、真ん中以外はどうやって行くのこれ。
あ、一応下りでもそれ出るんだ。へえ。右側から、あー、こうなってるんだ。なるほど。キノコショートカットができればさらにダッシュ版に乗れるってこと？なるほど。このなんていうか特徴的な神殿はそうなんだけど、目印になるものがちょっと馴染みがないというかピンとこないからかなり迷っちゃいそうな気がする。大階段は真ん中は危ないってことだけ覚えておこう。よし、じゃあ違うコース行きましょう。さあ続いてはゲームキューブデイジークルーザー。デイジーがクルーザー持ってんの？お金持ちなの？お、まずは二手に分かれて、どっちから行ってもいいのかな。お、これはつい飛び込みたくなる。お、デイジーのマークが書かれてた。デイジークルーザー。おお、待って、ここはちょっとゆっくり見ていきたい。楽しげに食事を楽しんでいる。おお、え、ん、これもしかしてお邪魔なのか、もしかして。あ、船が傾いてるとかそういう設定。なるほど。いや、まあもうちょっと固定する努力とかないのかとか言って思うけど、へえ、なるほど。お邪魔者としても可愛いキャラクターとしてもよくできてる。内装も可愛いね。で、たまにあるこれ、なんだこれ、え、違う場所だ。ちょっと待って、すごくない？急にさ、こんなところが出てくるって。おここに挟まれちゃうのは、あ、ノーダメージ。なんだろうね、何か意味があるのかな。ふう、気持ちいい。まさかの、ふいで一周。今度は右側から行こうかな。お、こっちはデコボコしてないね。なるほど。で、ここでプールに入るか、それとも道を走るか。キノピオくんたちのバカンスの楽しみっぷり。お、パタパタたち、見た目が楽しくていいね。そしてここはまっすぐ走るしかないよね。この緑の部分はダートではなさそう。自由に走って構わないけど、アイテムがどこにあるかだな。さあ、そしてこれは常に開きっぱなしなのかな。中に入るもよし、船内、まあどっちも船内だけど、上を通るもよし。わあ、海は広い。ここから出てきたのか。なるほど。ちょっと待って、よっ、わあ、ちょっとアイテム使っちゃった、間違えた。なるほど、こうなってるんだ。よーし、これで2周。最初のここはどうなってんの。なんか駆動しそうな部分があったけどって感じかな。よし、さあ3周目。コース自体が大きく変化するわけでもなさそうだし、普通に行こうか。ちょっとデイジー見ていくから。デイジークルーザーだけど、あんまりデイジーのあれがないな。もうちょっとなんかあのピーチ姫みたいに、なんかお城にデカデカとでかいステングルドグラスを作ってるとか、そういうことやってもいいと思いますよ。さあ、つつましかなデイジー。あ、待って、シャンデリアがすごくおしゃれ。おー、豪華でかつ可愛いみたいな。やるね。窓枠とか本当にいいよね。
さあそんなこんなで、おお、なるほど、結構邪魔な存在これ向こう、これはどうなの、向こうが閉じ込められてんの、俺が閉じ込められてんの、当然俺の方だと思うけど、うん、いいね、ウツボくんもいるね、よし、いいね、結構走りやすいコースではあるけれど、どうなんだろう、あの下に降りてあの水槽に入るパターン、どういう時に役立てるんだろう、うん、気になるけど、実戦でああそういうことかってわかるかもしれない。よし、じゃあ次行きましょう。さあ続いては Wii からムーンリッジ&ハイウェイ、これは何、ボム兵が走ってくるみたいな感じですかね、うん、夜のハイウェイ行きましょう。お、月が出ている。まずは舗装された道路を、おーっと行動だ、なんということだ、うわーっと触ってみたかった今のは、つい体がビビって避けてしまった。タクシー、おお来た、うりゃー、わーお、まあ予想通り。さあそして右に回っていく、お、ダッシュ板が多い、さすがハイウェイ。ピット、ピットって書かれてるけど別にピットインはしない、どこ走ってもなんかダッシュ板があるって感じだ。わーっと乗り、んー、ちょっとうまくレーンに乗れませんでした。わーっと普通にダートに入っていく、広めのコースだからコースアウトはしないように気をつけないと。これは外側が気になりますけど、コインがもらえるってだけかな、うん、あとはこの橋は上に行けないかな、お、うん、ムーンビューハイウェイ、お、ピーチー、ピーチー、なんでマリオが月なの、ん、マリオが月なのはいいけど、なんかバッテンみたいなの書かれてるの、なんで、うん、ブレッドビルなんとかトライアル、ブレッドビルスピードトライアル、なるほど、英語の意味はよくわからんが、タイムアタック的な感じかな、うん、これまさか違うコースに行けるとかないよね、うん、さあそして2周が終わって、これはうーん、あの左側で前進してるから右にいると結構いきなり目の前に出てきてわってなっちゃうかも。センターをやっぱキープが一番いいのかな。ここは左から入った方が、あ、でもうーん、でインアウトインみたいな、アウトインアウトとはまた違うような気がするわ。うん、なるほど、ちょっと飛び地になってるところがあったけど、どうやって行くんでしょうね、何かおそらくキノコショートカットとかで行くんじゃないかなと思うけど、道が分からなかった。マップに書かれてるけど行けないってちょっと気になるよね。まあしょうがない。さあ続いてはオリジナルコースでシャボンロード、うん、これは楽しそうだが水には落ちそうな気がする。はい、お、つるっつる、時間は計れる、おお、わお、タオル、なんだこのカセットテープ、わー、ぽちゃぽちゃ、あ、なにこれ、
あ、ぶつかるだけ？水風船的なやつ。わあ、ちょっとこれ、うえー、ちょっと待って変なリアリティ。誰が落としたの指は。うん、ネジとか落ちるのは結構あれだろ、おかしいだろ。うん、そして乾かしてもらえるトイレ。おー、ミラーがかわいい。謎ケイト。お、これはシャンプー類かな。うん、こんな感じか。よし、じゃあ2周目をゆっくり見ていこうか。歯ブラシ。うん、そしてヨッシーの卵柄のハンドシャボン。ハンドシャボンってなんだって感じだけど、お、へえ、全体的に見るとこんな感じ。うん、トイレからめちゃめちゃ水出てますけど、トイレットペーパーがたくさん常備されてる。うん、正しい。うん、いいね。帽子があそこに置いてある。旅行帰りなのかな、帰ってきたばっかりみたいな。うん、カーテン。おっとっと、さあ、チャポンと。線が閉まっててよかったね。ゲッソーのあれかわいい、ちょっと欲しい。このカセットテープは何なの。急に文房具もあるし、鉛筆を持ち込む、テニスボール。もうお風呂場を遊びの世界にしちゃってるね。とシャワーか。これ上、そっか、そこ行きたかったんだ。3周目行けるかな、これは。ぽよーん。これは、あー、あのでっかい、なんだっけ、プクプクのでっかいやつ。プク、あれ違う、プクプクかと思ったらなんか顔違う。知らない、フグマンネンみたいな、ああいうやつかと思ったら、名前知らない。そして排水口へ。うん、ネジとかビスとか、これまた痛い。指輪、こういうの落としたらね、結構うわーってなる。うん、分離ネット、あえてここ横に行く。あ、ダメだ、許されないジュゲムさんもこんなところまでご苦労様です。これは石鹸か。うん、リキッドディッシュソープ、どういう意味かな。うん、石鹸と歯ブラシが多すぎ案件。うん、なるほど、スポンジ。お、なんかこのゲームのマリオカートツアーでいろんなとこに行ってきて、ここでその旅の疲れを洗い落とすみたいな。上に行けるんだ、なるほど、上に行きたい。うん、ここ右側行けないかな。マップ上ここ右あるっぽいんですよね。ちょっとここから行けないかな。無理かー。うん、気になる。さあ、目指すは違うコース。ここがまずちょっと分かんないんだよな。よし、おー、ちょっと もうこれ以上上に行けないのかな。あれ、まだ上があるっぽいような。でもさすがにこの排水溝はみんな入んなきゃダメだよね。うん、乾かしてもらってからの、ここだ、ここでさらによっ、こうかな、いけた。おお、謎体温計。そしてディノなんとか。うん、マリオカートじゃなくてマリオオデッセイのやつ、違う、読めない。うん、
これはまあ気温とかね、水温測るのかも。ああなるほど。お風呂場にはなんかいろんなこう脱衣所かなにはいろんなもの置きますよね。なるほど、こう来る。へえ、トイレジャンプの後に右の方に来ると全然違うコースに行けるね。なるほど。オリジナルコースはなんていうか見た目の遊び感がすごいよね。これスポーンと、この中が結構さ、外のなんか可愛らしさと違ってちゃんとちょっと汚いのが笑ってしまうけど、うん、なるほど。じゃあ実践頑張っていきましょうか。グランプリの 150cc さ、というわけでじゃあ花ちゃんかポスパックン使っていこう。まずはポスパックン。うん、スリックタイヤ。さあ今回はどういうので行こうかな。お、カラーリングがつくやつとそうでないやつもある。意外とあんまりボスパックンカラーがつかないバイクに乗るボスパックンすごくない？うん、これ水着、水着なのかな、ボスパックン下履いてるけど。なるほど、かっこいい。でもバイクだとさっきと違って結構感覚違っちゃうかな。あ、そっか、バイクも乗り方が違うんだっけ。じゃあスクーター、最初のことスクーターで行こうか。うん、よし。じゃあタイヤ、パラメータスピード重視、重量級っぽいね。じゃあメタルタイヤ、いいね。スピード&重量重視、 OK。 さあまずはアテネポリス。ツアー系のコースは本当に迷っちゃうけれど、お、あそこにアイテムがある。水ダバー。よし、まずは左に行くんだったかな。よっ、おお、早い早いぞ。こっち行きたい。うー、いいね、なんとか。おおお、よし、さあググッと、わあこれはもうしょうがない。復帰よ。あれ、どこ行くんだっけ。前だ、えい。あー、ミスったミスった。しかもなんかガードされてる、前に出られないじゃん。おっと、もう一回ぬー、結構タイミングが難しい。よし、わあちょっとヤミすんのでもまだまだこれから。おおよっ、あーせっかくこれからぶつけようと思ったのに、しょうがない。とう、これは取られない、ラッキー。これ真ん中ダメ、真ん中ダメ。よし、失敗した。おー、危ない。ナイスブロック。よし、さあ住宅地、あえて遠くに行く必要はないかな。よっ、これはやらしい。ゴロゴロゾーン、これはまあ普通にまっすぐ行った方がいいのかな。今度は左、うん、置いてっちゃおう。なんとかなったか。
うん、でも今までのツアーコースと比べたらまだ分かりやすい方かな。本当になんていうか、あれどっち行くんだっけって結構あるからね。うん、よし、まあ幸先のいいスタートで OK。 あ、ハイライト見ておこうかな。ハイライト見るところあったかって感じもするけど、ボスパックンがボコボコにするボスパックンのアクション見てて面白い。ゲヘヘヘみたいな。ボスパックンってなんかベロとか長そうだけど意外とちゃんと閉まってるんだね。うん、お、いいね、ガブリ。おお、全然ボスパック映ってませんでしたけど、よし、じゃあ次。さあセカンドレースはデイジークルーザー。ツルッツル滑ってる。しかしそこにアイテムが。まず右から行こうかな。というか右側に自分がいるから右に行きたくなるね。お、おおお、やるかやるか渡さんぞ渡さんぞ。さあまずは、お、水、まあ直線走った方が早いには決まってるよな。さあなんとか当てられそう。ここはアイテム取りたい。お、ちょ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 、お金入っちゃおう。あ、そうなってんだ、なるほど。おー、ちょ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 い、めちゃめちゃ失速した。これは痛い。いた、あー、うまいことやられた今のは。あー、グダグダ。早くトップ集団に戻らないと。これは痛いぞ。トウ、ふう、なかなか曲がりきれなくて。よし、なんとかゴタゴタしてるところに。おーっとっとっと、え、ちょっと、え、曲がりきれなかった。しかしこれは赤コーラでチャーンス。ちょっと、えい、5位、5位ってすごい。なんか水槽に行った方が良かったじゃん、どう見ても。この野郎うまいこと逃げる。さあテレサに追いつけるか。俺がボスだ、俺がキングだ。だー、ここはブレーキングドリフトでなんとか曲がりきる。あー、嘘でしょ。なかなかちょっと攻撃される回数が多くて辛い。ここは思い切って下に落ちたい。トウ、よ、あー、やらかしたこれは。自分の責任だからもう何とも言えねえうりゃー、ちょっとでも、じゃわー、ばばばばばば、おやー、デイジーさんごめんなさい。なあ、ギリギリ。いやー、敵に攻撃されるのは仕方がないとしても、コースの壁にぶつかってしまったのは痛いな。イギーが1位になってきた。よし、ここは気を取り直してと言いたいとこだけど、無様な姿をハイライトで見たい。うん、結構いけると思ったんだけどな。このゲームなんだかんだやっぱりトップを維持しないとすぐ攻撃されちゃうから、その辺はきついよね。うん、意外とね、曲がれなくて内側走れなかったのも痛い。この辺は重量級に慣れてないって感じなのかな。うん、ギリギリって感じの4位。イカスミパックン。さあ続いてはムーンリッジ&ハイウェイ。ここは真ん中行くのがいいと思うけど、アイテム次第かな。さあ正念場。さあロケットスタートは決められたが、
ここはおとなしく行くぞ。内側ドキドキ。よし、なるほど、左右にそういうことを。おお、何これ、ウィーウィーホイー。でこれは危ない。うそ、緑これうますぎる。やるよ。よし、なんとかギリギリ。おお、使わなくてもいい記録を使ってしまった。えい、ちょっと緑コーラ思ってるか遅いんだよな。危な、これはブロックされてしまう。おっと、しまった、右のカートに目を奪われて。おっと、危ない、これはしょうがない。ちょっと判断が遅れた。しかもちょうどバナナに引っかかる。あ、暗くてわからんかった、見えないよ。おりゃ、うお、あ、なんかアイテムで見えなかった。うお、当たってくれ。ぬー、反射しない。壁橋かっこいい。悔しい、やっぱ外走るのは良くないな。さあ、ここから、これは復帰用として取っておきたいが、で見えないんじゃ困る。後ろに適当に振り回してやれ。イエーイ、まっすぐ行くぞ。なあ、ちょっとあとちょっとだったけど、今のは逆にある程度スピンしながら運んでもらえたって意味では良かったのかな。びっくりした。ちょっと最後のシーンだけ見たい。必ずあるはず。あ、ちゃんと飛べてるね。わお。あー、ここはあったね。あれ戻れないんだっけ。あー、こっちか。左スティックで戻すんだっけ。ここアイテムボックスでちょっと見えなかったんだよな。ちょっと待って、もうちょっとアングルいい感じにならない、ここ。スピンしてて運んでもらったっていう。危ない、ギリギリだったね。オッケー。さあ、羽カップシャボンロード、ファイナルレースを制するのは誰だっていうところだが、ハサミ上から釣ってんの？どう、何すんのあれ。よし、ウィー、おお、引く。あ、しまった、まあいいや、真ん中でも。ぽっちゃーん、なんでお前たちそんな早く行けんの。あ、スポンジョーこの野郎と、あー、欲しいけどしょうがない。スポンジの上行くのが全然早いってこと。なるほど、勉強になりましたわ。外側、ん？外側わざわざ行く。いいよ。あー、なんか吹いてない。2周目3周目限定とかなのか。くらえ、曲がりきれなかった。ダイビング、よし、ここ、あれ思ってるか、左だったな。よし、よくわかんない泡に助けられた。結構やるじゃん、あえてのここ、アイテム重視。うわあ
んまりだ。ふう、右側には行く必要ないと思う。なあ、押されて、まさかの。取りたい、これよいしょ。おりゃあ、ちょっと違うとこ行きましたね、これ。あ、でもなんか言うほど悪いことではなかった、よかった。バナナ、結局スポンジに行かなかったっていう。くー、俺のバナナくらい。ここは丁寧に、普通に。よし、地味地味だけど。あー、うそー、これはしゃあないか。あー、嘘でしょ、これはもうどうしようもない。ここの土壇場で。ここはどうしようかな。まあしょうがないかな、これは。ついてないけど、よかった、楽しかった。なるほどね、スポンジに乗った方が早いんだろうなと思いつつも、スポンジがどの辺だったかなってのはちょっとよく覚えておかないとね。結構左って感じ。あ、なるほど、内側、ここ降りた後に反対側に向かなかったね。結構難しかったな。さあ、というわけで羽カップ、走りやすいコースは多めだったけど、その壁が結構多くて、ゴツッとぶつかるともう一気に抜かれちゃうから、なんだかんだでそういう障害物に当たらないようにする丁寧な走り、まずそこからって感じだったね。当たり前といえば当たり前なんだけど。さあ、一応ゴールドトロフィーはもらえたけど、ちょっと不甲斐ない戦いだったかなみたいな。キングテレサとイギー、どっちもなんかライバルキャラみたいによく見ましたよね。さあ、というわけで羽カップ、それぞれ結構ね難しいコースだった。あの、なんか特殊なねギミックがあったりとか、空中に飛んでいくっていうシーンもそんなになかったりするんだけど、もう普通にこうハイウェイとかアテネポリスとか石柱みたいなやつとかね、柱とか壁に値するものがもうそこら中にあってさ、それを避けようと思うとこうラインがふらついちゃってうまくいけないっていうね。その辺は本当に普通に当たり前にぶつからないように行くっていうのが大切ってことが分かった。あとはアイテムの位置だな、あえて左右に動いてダブルアイテム取ってみたいな、そういう戦略も必要なのかなっていう感じ。意外と硬派なコースたちが多かったかなって印象です。さあ、というわけで、まあ成績はちょっと微妙な感じでしたけど、でもコース自体はすごく楽しかったです。というわけで、今回のマリオカート配信追加コースパック第5弾の羽カップを遊ばせていただきました。というわけで、また次回よろしくお願いいたします。